ジャスキサバリエレラのおいちゃんです。こんにちは。今日はですね、みんな大好きトランペッターのリー・モーガンのレポートをお届けします。今日はこちらになります。ふてぶてしく座ってますけど、今日お届けするのになりますね。エクスプービデントという LP タイトルなんですけれども、リー・モーガンというとブルーノートがすぐイメージとして浮かぶんですけど、これはブルーノートではなくてですね、BJ というレコード会社なんですね。ジャズだけでなくいろんなジャンルを、出していたレコード会社なんですね。ビートルズが、まあ、アメリカでビートルズのレコードをアメリカで出してたのも、キャピトルもあるんですけど、BJ というレコード会社が出してましたね。はい。それで、なんとも、この、いいレコード会社なんですね。BJ というのはですね。何か、あらというのです。いいレコードがですね、あるんですね、このレコード会社は。はい。ちょっとそれですみませんでした。それでですね、これはですね、先ほど言いました、ブルーノート。がどうしてもリー・モーガンの場合、イメージされるんですけども、ブルーノートから6枚1500番台で出してます。それから、その後ちょっと彼はリーダーアルバムがなくなるんですね。それでアートブレイキアンジャズメッセンジャーズの、まあ、中に、メンバーとして入って、まあ、それが結構58年とか59年とかあるわけですね。それでブルーノと前半戦でいきますと D ウェイという4000番台のレコードを出してですね、それからその後に、まあ、もちろんサイド面として、まあ、いろんな、ブルーノとのハウスミュージシャンですので、他の人のリーダーアルバムに加わったりしてもいいんですけども、その後リーダーアルバムでこの BJ というところから、あのまずザ・ライオンズっていう、まあ誰がリーダーかちょっとなかなか難しい LP なんですけども、ザ・ライオンズ、ライオンがバババババとつってザ・ライオンズっていうのを出すんですね。それからヒアーズ・リー・モーガン、リー・モーガンが分身の術みたいなのが立ってるやつですね。それからこのエクスプーテというふうになるんですね。それで彼、ちょっと体壊して、もう61年とか、これは60年なんですけど、61年とか62年はあのリーダーアルバムがオフィシャル的には確かなかったのかほとんどないんですね。それで63年にあの有名なジャズロックのザ・サイドワインダーですごく売れるという風になってるんですね。その後ブルーノートが約10枚ぐらいですか、出す。それで、まあ、最後はちょっと悲劇になってしまうんですけども、そういった流れがあるんですね。ちなみにですね、ちょっと長くなってすみませんね。ですね、1500番台何があったかとちょっとおさらいしてみますと、まずここにインディード、これが1枚目ですね、デビューレコードですね、ブルーノートでの。その次がですね、これですね、ボリューム2、はい。その次がボリューム3が I Remember クリフォードが入っているこれですね、はい。その次4枚目がシティライツですね、これですね、はい。その次がクッカーですね、ザ・クッカー、いいレコードですね、これですね、クッカー。それで1500万台最後が
キャンディーですね。キャンディー、これですね。はい、この6枚を1500万台で出しました。すいません、長くなりました。はい、それでですね、今日は、このエクスプービデントからですね、B 面に入ってるですね、ここのメンバーの一人にクリフ・ジョーダン、テナサックス、ブルーノートからも出してますね、3枚。はい、彼が作った曲で The Hearing という曲があります。これですね、ザ・ヒアリング、クリフ・ジョーダン。彼はですね、優れたコンポーザーでもありますね。非常にいいレコードと言いますか、曲を書きます。はい、それでそのザ・ヒアリングという曲はですね、皆さん、あ、どこかで聴いたメロディーかなーと思ったりすると思うんですけれども、このドン・スリートのオールメンバーズというレコードになります。この中で、これはジミー・ヒスがサックス、テナサックスなんですけども、ここの B 面の3曲目に The Hearing、 あ、ここで聴いたんだなということがですね、私なんかは思い出しました。はい、長くなってすみません。では今日はこの中から The Hearing をお届けします。ジャズはいいよ。